FX はエンタメじゃない、金融リテラシー、向上委員会、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 FX は遊びじゃねえんだよ。それは水にかかってるからね。今回もゲストは、美人女優投資家の日和奈々美さんにいらっしゃってます。よろしくお願いします。お願いします。この何なんですか、 FX はエンタメじゃない、このリテラシーを上げたいという欲望があるんですか。そうなんですよ。この番組の打ち合わせをさせていただいたときに、あのスタッフの方がこの取れ合いの番組を見てる人で、こう皆さんを幸せになってほしいと、なんかトレードをしてて不幸になる人を出したくないんですよねっていう話を聞いてて、すごい私その言葉に感銘を受けて、いやまさにそうだなって思ったのと、もう一人女性の方がその FX やってるんだけどもちょっと周りにあの危険なことやってるみたいなイメージがあって言えないんですっていうのを聞いて、いやそれはね由々しき問題だなと思って、あ今日ちょっとそれを物申しに来させていただきます。怖いんだけど。お尻ペンペンされないの大丈夫？そうペンペンをしに来ました。ほう、はい、聞かせてもらおうじゃねえか。はい、私はやっぱりその FX っていうものの印象をね、いいものにしていきたい、投資はやっぱりやってる方が幸せになれるんだよっていう、こうものを世に広めていきたいんですけど、やっぱり何なんですかね、まあ、FX とかってやっぱ言いにくいですかね、やっぱやってるって。そうですね、やっぱりどうしてもその、危険性が高いものをやってるようなイメージは持たれがち、どうですか周りで。僕はね、まあそれはやっぱそうだと思うし、特に最近はなんか違法海外 FX とかニュースとかなるもんで、そういうのがやっぱ良くないのかなと思いますね。でもそういう FX のイメージを作ってる原因ってどこにあると思われます？例えばまあ最近ちょっと YouTube とかね、こういう番組とかね、やっぱ何千万損したとか、やっぱセンシティブなワードが並ぶじゃないですか。はいはい、そうですね。それをね、やめていただきたい。あ、何も分かってないですよ。じゃあ FX は楽しいよ、儲かるよ、みんなやんなよっつって本当に爆損する人がいるんですよ。ちゃんと勉強してからあのトレードを始めるものだっていう考え方が定着してほしいなと思います。あ、いや耳が痛い。いいですか、いいですか。私が爆損することにより、こういうトレードしたら死ぬんだぞということを分かる人が一定数いるわけです。リアルトレードです。一体何の問題があるんですか。実際ジンさんの周りって、ジンさんがあの買ったから私も僕も買おうみたいな流れっていうのは、生まれたりしないんですか。それは自己責任。ある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 。ちなみに私は生涯収支のハッピーです。7000万以上買っています。ですので、まあ、去年ちょっと調子悪かっただけで何も問題ない。長期目線で見れば全然大したもんだな。でもその1年1年のブレって精神上どうですか。いや、シャレになんないね。だって ね、去年まで酸素マスクとかをあの配信してたから死にそうな顔してましたよね。そうそうそう、障害収支全部なくなっちゃう。どうしよう、そうそうそう、切らなきゃ。そうで、まあ、でね、まあ、僕ら含み損を抱えると、YouTube の配信が増えるんですよ。そうだから私はそれを思ってて、その何が問題なんですか。もうこっちで返事するしかねえ。それは何が問題なんですか。その話のネタになるじゃないですか。で YouTube 再生が回ってチャリンチャリンってなるかもしれないけど、やっぱ一般投資家それがヘッジができないから、そうそう、そう、その通り。どうですか、今年からの正しいやり方をして。正しいやり方で何やねん。コツコツ利益を積み上げる。 YouTube に、いやだからね、僕今年ね、何度も言うけど 4月まで480万かかってたんですよ。勝ってたんだけど、とあるポジションを損切りしなかったら、とんでもないことになって、1000万負けてみたいな感じやもんで、だからね、ほんとね、だから今は勝ってるからそれが言えるけど、負け始めた時に同じことが言えるかっていうのはやっぱりね、俺はね、一回地獄をリアルです、ね、味わわしてやりたい、味わってやりたい。味わった時に、あのハゲちゃん本当の、私もあのハゲちゃんの言う通りやったなって僕の顔がチラチラと浮かぶかもしれない、本当に。その私も損切りする時ももちろんありますし、損切りが連続することも もちろんあるので、その時にその再起不能な傷を負わない転び方じゃないですけど、転んでも受け身取れる、また立ち上がれる転び方をする。でそういうやり方もしようと思えばできるじゃないですか。できるな。そういう正しい考えを広めたいなっていう。何も私とやってること全く一緒じゃないですか。
私も再起不能にならない程度に損してるわけですか。じいさんが再起不能になっちゃったらね、元も子もない。まだ続いてるわけですか。去年の負けを今年着々と戻してるわけですか。いやでも去年死ぬ可能性もあったわけですね。もうワンチャン、ワンチャン、ここのギリギリの、ギリギリのところで。一昨年で障害収支プラス1億だったから、うん、まあマイナス8000万まで出なくなるってところまで行って死守した。そう、問題ないでしょ。それ死守しただけであって、もしかしたら死守できなかったかもしれない。それは終わるわけです。そう、そこはじゃあゲームオーバー。ゲームオーバー。ゲームオーバー。それでも別にプラマイゼロです。え、岐阜さん障害収支。障害収支2000万ぐらいマイナス。ああ、マイナス。マイナス。あ、こうはならないでください。だったらダメです。いやーでもリテラシーこう、まあ、向上難しい。むしろ全然リアルですからね、うん、我々のトレード、うん、これがリテラシー向上です。リアルな本物を見ることによってリテラシー向上です。、うん、お二人の見ちゃうとやっぱもう損切りしなくていいんだ FX はみたいな誤解がやっぱこう広まあ、資金力ある方 YouTube で小銭稼げる方はそれでもいいかもしれないですけど、一般の人が誤解しちゃうと ね、 別にレバレッジ低くすれば損じなくていいんですよ。誤解してますけど、レバレッジだ、レバレッジがその自分の下に合ってないレバレッジかけて損切りしなかったらそれは死にますよ。岐阜さんみたいにこの間天井で切ったんでしょ、うん、そうそうそう、もう耐えられなくなったから、ね、ポジション持ちすぎ持ちすぎ、うん、そう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 、岐阜さんの資金から見てあのポジションはめちゃめちゃ多いです。そう、いやまあ分かる分かる分かる、はい、はい、論破。いや論破というかもう頭がついてこなくなってきたから。まあ難しいですね FX、 やっぱりちょっとね、やっぱうん、株とかに比べるとこう、ね、リスクが多いってイメージあるからね、うん、どうやったらいいイメージになって、ね、やっぱり僕はねもうぶっちゃけ女の子が前に立った方がいいと思う。お、あの、ね、おっさんが多すぎるこの業界。やっぱりそれこそやっぱこう若くて可愛い女の子がその表紙とかになってちゃんとこう私儲かってますねんっていうのをアピールしてた方がいいと思う。そうすると業界変わってくるじゃん。あれなんか違うこと言ってる。ずれてる俺。うん、まあまあいいと思いますけど。そう。リテラシーと関係あるのかって話ですよね。いや、本当そうですよね。そうね。そう。参加者が女性が増やしたいわけじゃないですよね。リテラシーっていうとまた難しいです、ね。いや、リテラシーはやっぱりリアルトレードですよ。リアルのトレードを、うん、このトレードアイランドっていうのに登録するとですね。はい。全部見られる。またぶち込んできたの、この参加者が。これはもう間違いなく金融リテラシー向上の一環になりますね。どうや。でもあと見てる方も、まあ、ジンさんをそのまま受け取るんじゃなくて、まあ、反面教師として見てる方も多いですね。あ、反面教師。いや待って、負けてる人みたいじゃん。待てや。でもマイナス8000万?8000万いきましたね。あれ以上勝ってる。そうですね、そうですね。だから待て、それマイナス8000は、え、すいません、ジンさんと喋ってる年で、あ、いいのが浮かんじゃう。はい、どうぞ。YouTube ライブやってもらいましょう。YouTube チャンネル、ななみチャンネルやってもらって、はい、FX 配信してもらうっていう。あ、リアルで、リアルでトレードしてるところ。でも私デイトレじゃないから面白くない。つまんねえだろうな。つまんねえだろうな。毎日変わんねえ。今日も継続ですね。今日も継続ですね。大幕、うん、俺もそうだよ、ずっと同じ画面が同じポジションずっと見して、確かにね、俺もそうだ、半分トレードの話、半分雑談、どうやったら悪口結婚できるんだろうねとか。悪口は言ってるよ。悪口って言ってない、言ってないよ、言ってない。いや、そう、まあね、だからやっぱりこれはね難しい。なんかトレアイ登録しましょう。じゃあトレアイ、そう、でもお金出したくないでしょ。見せてもらおうじゃねえか。私いくら持ってますねみたいな出したくないでしょ。そう、その、ね、小次郎講師っていう私の師匠が投資教育をやられてる方なので、うん、まあ、この番組を見てる方には大変心苦しくはあるんですが、うんうんうん、その金額というよりかは、まあ、ピプスは出すんですけれども、うん、金額はちょっと言わないっていう、こう、あ、ルールというか元で。そうなんですよ。そうか、なるほどね。まあ僕はやっぱ金額がベースなんで、そうですね、損切りもね、全てそこなんで、うん、まあそっちの方がリアルで楽しいけどな。まあ楽しい。だから必ず損切りをこう注文と同時に損切りラインを決めて入れておくっていう風潮は根付いてほしいなと思いますね、うん、じゃあ初心者さんに向けて、はい、じゃあ七海さんが今伝えたい、うんうん、こうまずこういうのをしていきましょうよっていうのをちょっといくつか列挙してください、うん、そうですね、まずはやっぱり自分の資金、さっき仁さんもおっしゃってたように自分の資金量に対して大きなロットを張りすぎないようにするために、
資金管理を勉強してから実弾トレードに移ってほしいなと思います。うん、ちなみにレバレッジとかで言うとどれぐらいなんですか？レバレッジはその、はい、まあその自分の投資全体の資金に対して何パーセントをそのリスクにさらしながら、はい、あの投資していきますかっていうのでロットを決めていくんですよ。うんうん、1回の損切りの金額のパーセントみたいなの。その ATR っていうのを見ていて、ほうほう、あの1日の平均的な値動きのから値動きが荒い時はポジションを小さめにして、値動きが小さい時はポジションを大きめにするっていう。うんうんうん、なのでその結果としてレバレッジが今回は10何倍でした。今回は18倍でしたとかっていう風になっていくっていう。そういうことか。変化させていくってことね。ここ最近ボラがちっちゃくなってれば、ちょっと枚数多めにしても大丈夫で、で、もちろんポジった時には逆差し値を入れるとかって。はい、必ず損切りラインを注文と同時に入れるって、ね、そんな難しいことやってるの難しくないんですよ。慣れれば本当に簡単で。さっき何て言いましたっけ、ATR なんて。もうスロットの言葉に言うART みたいなスロットの言葉に聞こえてくる。とりあえず必要証拠技術やってきたら入金だよなあのこっちを損切りして入金して維持率高めてみたいな。保険解約して金作ってみたいな。そう、危ない危ない、やったやった。あ、もう一個今思いつきました、はい、あの失っても、うん、あの大丈夫な金額を投資用資金に当てる。あ、まあ、その保険切り崩してとかロレックスを売ったとかね。あ、全然ダメだよ。そんな人いるの？言いましたよ。まさかいないとは思うんですけど。いないと思うんだけど、それはいるかもしれないかね。うん、なるほど。やもんで、それは伝えたいですね。この2つ、もう2つぐらい。損切りは必ずすること、両立ては、まあ、初心者さんのうちはやらない方が私は。まあ、やっぱちょっとまたバチバチしちゃって、もちろんもちろん、ね、上級者スキルだからね、うん、あれは。やもんでこの3つぐらい。あとは、まあ、逆張りしない。あ、チャートに素直についていくとか。チャートに素直についていく。レンジしたら逆張りなんか儲かれちゃうから上級者はそれでいいと思うんですよ。レンジ相場逆張りで、トレンド相場は順張りの切り替えができる人はいいと思うんですけど、それがまだ判断つかないうちは順張りに絞った方がいい、私はいいと思う。素晴らしい。すぐ、じゃあ、すぐ逆張りしちゃうから。え、ちょっと待って、ちょっともう一回反省していいですか。はい、1番何でしたっけ。1番何でしたっけ俺忘れちゃいました。損切りは、あ、資金管理。資金管理を勉強してから実弾に行こう。はい、失っても傷がないお金でトレードしよう。損切りは注文と同時に入れよう。はい、両立ては上級者になるまでやめておこう。はい、わかりました。やべ、全部逆やってんな俺も言われるたびにドキドキするんだけどいや、ちょっとコメント欄が怖いですね。いや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 、全部逆やってんな。久しぶりにまともな人来たねとか言われるじゃない確かにそう、いや素晴らしい。確かに、ね、あの本当にしっかりしてる。はい、あの取り合いを見てる全員トレーダーがこう幸せになってほしいっていう思いをもう聞いてしまったんで、はい、はい、わかりました。じゃあ今日はもう七海さんから勉強させていただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ心に刺さるお話がたくさんありましたどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここで重要なお知らせです。出演者の発言はすべて個人の意見です。投資の判断は自己責任にてよろしくお願いいたします。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録といいねボタン、そして新トレードアイランドへの登録よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。